浮世の風景は幾千年も変わらないというのに人の世とはこうも白露と泡のように儚い。 親分、このままにしておくわけにはいかないってせっかく真剣虫相撲大器王の名を轟かせたってのにあのガキの思い通りにさせていいのかそうだあのガキ絶対にイカサマしてるぜ親分を罠にはめたんだだがどいつもこいつも何慌ててやがれこの間の戦いは俺様が油断しただけだ。 あのガキ、あんまりにもパッとしなかったからよ。あれは向こうだ、向こう。あんなガキのイカ様なんかほっといて、計画通り、新たき極意堂々、無質問大試合を開催するぞ。ほんで、俺様が長年鍛えてきた赤目に一生出場させるんだ。そうなりゃ、観客たちは俺様に盛大な歓声を送る。 赤べに一緒の圧倒的な力を持ってすれば、あのガキ、足をガクガク震わせながらビビるにちげれ。どんなイカ様もできねえさ。つまり、あいつに勝つなんさ俺様にとって楽勝ってことだ。かっはっ親分。さすがしかし、忍の姉子はいつ帰ってくるんだ 新たき極意堂々虫相撲大事会を開催するにしても、どこから手をつけたらいいのか。新たき極上生成合庫大祭典の経験から考えると、まずは天領奉行に報告して開催許可をもらって、あと会場の使用証明も必要になるんだよな。いずれにせよ、どれも経費がかかる。 極意大地合を豪骨大祭典より盛り上げるにはせめて参拝の村は用意しないと待て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 天領奉行の名前を聞いたら頭が痛くなってきた経費は1日働いて3日休むのをやめりゃいいここはひとふん張りして2日働いてから4日休もうそうすりゃ俺たち全員合わせて 4日も多く働けて4倍のもラが稼げるこれなら十分足りるはずださすが親分じゃああとは参加する選手のことだけ考えればいいな選手はそう強くなくても親分の手助けができて相手の雑魚さえ倒せれば十分だろうそうだあのガキ5人の虫相撲名人を引き連れて公正に勝負するとか言ってたよなけど 荒ラ派の中じゃ虫相撲に精通してるのって親分しかいないぞそいつらが順番に親分一人に挑んできたらさすがの親分もしないんじゃないかおいおめえらまだ始まってもねえのに何尻込みしてんだ荒ラタ派の闘志を見せてみろそんな小さな問題俺様が何とかしてやる そうだな昔の虫相撲仲間たちに相談してみるかそれともあの長野花花火屋に参加してもらうように話をつけるかいやーだめだそんなことしたら俺様がガキに負けたってのがすぐ花見坂中に知れ渡るそんな恥ずかしめは受けたくねえよっ牛使い野郎何やってんだおおびっくりしたじゃねえか いつからそこにいたんだ何言ってんだよオイラたちずっとここに立ってたんだぞ旅人と冒険者協会へ行こうと思ったら遠くからお前たちが騒いでるのが見えてなしかも訳のわからないことばっか言ってたけどおい大が抜けてんぞ一文字違うだけで凄みが大きく変わってくんだろ ダチコ、おめえも虫相撲を持ってやれば、きっとこれの熱い魂を理解できるはずだ。つまり、虫相撲で負けたから、どうやっておめえを返上するか考えてたんだろう。そいつは違う、あんなな、ずるだ、ずる。そうそう。あの花角玉将とかいうガキは。 親分が他の仲間と腕を磨き合って疲れ始めたところに急に現れて勝負を挑んできたんだで無駄に大きな鬼カブトムシを使ってバシバシーと親分の虫をひっくり返しやがったそれから親分に虫相撲のつわがいる本当の世界を見せてやるとか言ってたおい守る俺様が負けたところは詳しく説明しなくていい 話を戻すぜ。ダシ子は何をやらせても才能があるらしいじゃねえか。新しい技なんかもすぐに覚えて、しかもそれが大半のやつより強いときた。何を言おうとしてるのかもうわかったぞ、牛使いや郎。代わりにその花角玉将ってやつを倒して、仇を取ってくれって言うんだろ。しかも、ボト働きで。ただ働き ちびすけ俺様がそんなちんかな野郎に見えるかもしダチコが助けてくれたら2ヶ月分の昼飯として毎日店の看板ラーメンをいっぱいおごってやるどうだま毎日にいっぱいそれなら考えなくもないけど <laughs> これは親分が ある勝利と引き換えに手にしたもんなんだこの前真剣虫相撲大企用を自称してる仲間がいてな親分はそれを耳にして納得がいかずにそいつに挑んだ親分が勝ったらその称号を渡してもらうっていう約束をしてな丸1日続いた92回の苦しい戦いを経てついに親分は新勝しただがそいつは自分のとこのラーメン屋の 看板ラーメン毎日一杯無料券と引き換えに2ヶ月後に称号を返すように親分にお願いしてきたそいつんとこのラーメンがどんなもんかは知らないが2ヶ月分なら十分魅力的な提案だろそれに親分の腕の上達速度からしてその2ヶ月できっともっとかっこいい称号が手に入るこの条件はこっちからしてもおいしいただそのラーメン屋がどこにあるのか 聞き忘れちまったけん <coughs> そこまでだ。家庭なんざどうだっていい。とにかく、ラーメンはダチコートチビスケにやる。ちょっと待て、オイラたちまだ考えてる途中だぞ。もう、玉城には挑戦状を出した。あいつもスケ人を呼んで、オレラ新屋の挑戦に応じるそうだ。場所についてはもう選んである。 そこで、ダチコ、まずは、電領武業で複雑な手続きを済ませてくんねえかぜんは急げだダチコ、それに厳しく。つけ、さっそく出発すんぞ話がそこまで進んでるなら、さすがに断りにくいな牛使い野郎もかなり張り切ってるしついて行ってやるかも虫相撲のことを勉強して 代わりに相手に勝てばいいんだろう。これくらい簡単そうだしなんお,お前、牛使い野郎の子供っぽいオーラにでも当てられたのか 悪くねえ守るとアキラが用意した武士も揃ってるさっ会場を作ろうぜ <laughs> 立派な土俵じゃねえか悪くねえダチコまさかこんなとこでも才能を見せてくれるとはなこれに俺様の素晴らしい宣伝が回されば 最高の雰囲気を演出できる。<laughs> 旅人の腕はさすがただな。親分の画力もすげえぜ。でも、ここって稲妻城から離れすぎじゃないか。本当に見に来るやつなんているのかよ。問題ない。問題ない。俺様の知名度をもってすれば、きっと大勢の人が来るに決まってんだろ。 姿の彩り祭の時にはここで剣術の試合が行われたって聞いたぜもちろん虫相撲の決闘にももってこいの場所ださーて次はお前らに俺様が鍛えた天下無敵のオニカブトムシ赤べに一生を見せてやるおお本当に赤色のオニカブトムシだかっこいいぞ牛使 頑張ってたんだなどこでこいつを見つけたんだもっと近くで見てもいいかへ好きに見てくれていいぜ満足するまでね。ただし俺様が赤部に一生どうやって育てたのかその秘密はそう簡単には教えられねえあれなんか嗅いだことある香りがするな バルベリーのジャムかきき気のせいだろきっと腹をすかしてるからじゃねえかそういえば親分威嚇塗装の保護膜をまだ塗ってないんじゃないか雨が降ったら9000もで買った輸入品のジャムが無駄になっちまう心配いられってあらたき極意堂々虫相撲大試合はまだ始まってねえし赤部に一緒に 最後の保護膜を塗るまで時間は十分にある。お前らはまずチラシを準備して客がしっかり入るよう呼び込みをしてこい。俺様はダチコウとチビスケがなれるまでここで指導をしている。そんで一緒に飯を食って祝おうじゃねえか。はあこんなに働くなんて俺様って大変だな。はあ。 へえ、お前ら、結構気合い入ってるんだな。出た花角玉将そんなバカなどうしてここが分かったんだ真剣虫相撲大器王。忘れたのかい虫相撲のつわものたちは惹かれ合うんだ。前回もそうだっただろ。まさか、俺たちとどう戦えばいいかわからず、慌てて準備してたなんてことないよな。 な何バカなこと言ってんだ俺様は鬼かぶカブトシと心を通わせてない時はつわものの気配を隠してんだよただ単にお前の洞察力を下に見てただけだあこいつが牛使い野郎を任したやつだな見た目は普通の子供だけどなんか言葉遣いが独特だな この感じ牛使い野郎の天敵っぽいぞ花角玉将ここまで来れたのは褒めてやるこの真剣虫相撲大器用も本気を出す甲斐がありそうだだがすぐに後悔することなんぜおめえらの無謀な行動は自ら頭を差し出して殴ってみると言ってるみてえなもんだからな ほうかなり自信があるみたいだどうやらお前も最強の切り札を手にしたみたいだな初っぱなから任してもつまらないしまずは部下が相手しようはっ幸運で俺たちを試すってかそれじゃ俺様は空飛ぶちび。ええおっと待てよ 空とちびすけは新たき派を代表して戦うんだ気合であいつに負けちゃいけねえな称号もかっこよくしてやんねえとよし空をかける白鉄ちびすけお前があいつをくらしめてやれえなんでおいらが親分もうこいつらと対決するのか まだ試合の宣伝もできてないし親分の親友とそのチビすけも虫相撲の実戦をやったことないだろうチそうだっただが売られた喧嘩だ俺様がひるむわけにもいかねえ宣伝なんざ後だ虫相撲のコツは俺様が横から空飛ぶチビすけいや空をかける白鉄チビすけに直接シードをしてやる 実戦も勉強のうちだ。負けても気にすんなひどいぞまだ始まってもないのにオイラが負ける前提で話すなんて白鉄ちびすけあらたきあの気合を見せてやれそれにお前に先陣を任せたのは俺様が考えに考えた戦略だこの戦略のひらめきは忍が話してくれた B 上の物語を参考にしてる 我が陣営の最弱を敵型の最強と戦わせよ。我が陣営の中堅を敵型の最弱と戦わせよ。我が陣営の最強を敵型の中堅と戦わせよ。さすれば、参戦のうち二勝が確約されるだろう。お前には確かに才能がある。だが、実戦の経験は少ない。俺たち、虫相撲の強者の中では、ただのヘナチョコだ。

うるせえおれの戦略がさっきの物語とまったくおだじだなんて言ってねえだろわかったわかった行けばいいんだろオイラだって舐められたくないしなよく見てろよオイラがヘナチョコなんかじゃないってところ見せてやる この美しい風景もそばに誰もいない以上私の不変を引き立たせるだけ何とも平凡な相手だ戦わせる鬼カブトムシもただ派手というだけ浅はかだね外見なんて所詮は無意味なものなのに鬼カブトムシで一番大事なのはその能力であり雷の力と共鳴することだ故に 虫相撲の人生を歩む上で大事なのは鬼カブトムシを選び抜く目それにつきるどんな理屈だよ一番大事なのは実戦で活躍できるかだろ虫相撲の腕を磨くことに力を入れるべきじゃないのかそうだしびすけの言う通りだ実戦で活躍できるゃ能力も減ったくれもねえだろいいか ちびすけ相手の鬼カブトムシの動きを観察するんだそしてこっちの鬼カブトムシに攻撃を回避させて相手の隙をついて一気に攻撃を仕掛けろ攻撃の範囲内に入ったら赤紅一匠は相手に強力な一撃を与えるつまり相手が攻撃してきたら鬼カブトムシを退かせて相手が隙を見せたら鬼カブトムシを前進させる 相手の不意を打つってことだななんだ簡単そうじゃんかよーしやってみるぜ旅人も今のを聞いたらできると思うぞつけ焼き場で虫相撲の技を覚えるなんて人をバカにするにも程があるよフッ <laughs> 無駄話はここまでにしよう君たちの鬼かカブト虫を出すといいこの僕が見極めてあげるよ 最高おーすげえぜ才能あんじゃねーか白鉄チビスケこれで所詮は相手の負けだご褒美に後で卵焼きをおごってやる花角か玉将僕が新米に負けるなんて君に合わせる顔がないよ平気さ気にしないでいい。 相手の助っ人はただ者じゃないようだ。俺たちも他の武将を出陣させないとな。真剣虫相撲大清。まさかこんな短時間で頼もしい投資を見つけ出し、本陣を守るとは思わなかった。これから毎日、こちらは一名の武将をお前たちの本陣に送る。最後まで持ちこたえてくれよ。でないと、お前ら荒瀧派は。 虫相撲界の笑いものになるんだからなおいおいいっちまったぞまさかビビったのか <laughs> いきなり現れたかと思ったら急に消えやがってしかも大口まで叩いていきやがったまったく腹立たしいやつだぜあいつらの話だと。 花角玉将は何人かの部下と戦わせるつもりみたいだなつまりまた対決しなきゃいけないってことかそういうことだどうやら極意堂々虫相撲大事合をアルザキ派で最も盛大な祭典にするには時間が足りないようだまあ雰囲気を盛り上げることより今のオ様にとってはこれからの対決の方が大事だがな さっきは空飛ぶ <coughs> さっきは空を駆ける白鉄ちびすけが強敵を打ち破り一気に名を上げた俺様も熱い闘志が燃えたぎってきたぜまだ虫相撲の駆け出しだった頃に初めて花見坂のつわものに挑んだ時のことを思い出しちまったまさか牛使い野郎も虫相撲を覚えたばかりの頃に。 ベテランに勝った輝かしい過去があるのか当時親分はボロクソに負けてたなでも破れたからこそ白鉄ちびすけ様の虫相撲をする勇士に感動してるんだらそこはどうだっていいんだよ真剣虫相撲大器用空をかける白鉄ちびすけそして器用の右腕旅人俺たち3人で力を合わせて 花形玉将とその手下ともぶっ倒してやろうぜそれぞれの相手と戦う前に、まず先に戦略を話し合うんだ。俺たちの白星が相手より多くなればなるほど、花形玉将も自ら出陣しねえとならなくなるからな。なんだか本題に入るのが早いな。でも、さっきの戦いはなかなか良かったな。 牛使い野郎を手伝って相手に勝てば2ヶ月もラーメンが食えるぞここは気を引き締めて牛使い野郎を手伝ってやろうぜ <laughs> <laughs> そう来なくちゃな俺様さまの式に従って全力で戦えば必ずやあの花形玉将を打ちのめすことができんぜ アレタ対決しに来たよなんだ花角玉将のやつまた子供と戦わせるつもりか人手不足だからって適当にごまかしたりしてねえよなあんたはどうでもいいキャッキャと騒ぐやつは大体雑魚だからこの金髪のお兄ちゃんからは強者の,の風格がにじみ出てる彼こそが あんたたち荒滝派の親分でしょひひお前見る目あるなもっとこいつを褒めてやれあ,あ何バカなこと言ってやがる俺様のダチコは確かに強が今回は荒滝派の助っ人だ荒滝派の名が示しているように親分はいつだってこの荒滝一斗様だぜ 新派の実力はひとまず置いとくとして親分って一体どんな気分なんだオイラも気になってきたぞもしオイラたちの願いを聞き入れてくれたらオイラも「あらたき」「かこみかげパイモン」とか「あらた派パイモン」「かこ臨時親分」とか名乗れるなおいおいおいおめえら相手に振り回されんだこいつは 明らかに仲間あれさせようとしてるだろうこれはこいつの罠だ俺様がお前の親分に勝ったら今の言葉を後悔して慌てて取り消すことになるだろうぜ諦めなさいあんたたちあたき派の事情なんて私の知ったことじゃないから私はただ強い相手と勝負したいだけなのお兄ちゃんの虫相撲の腕私に見せてちょうだい お前なら余裕だぞそうだ、だチコ俺様と白鉄チビスを教えたコツを思い出せ隙を見てこいつを打ち負かしてやれ寝言は夢の中で言いなさい。逃げる機会なんて与えないよ